こんにちは。道内の天気をお伝えします。昨日に続き今シーズン一番の冷え込みとなりました。今朝の最低気温は札幌で 0.8 度、旭川の江丹別では今シーズンの道内の最低気温を更新しました。網走でも氷の春寒さ、気象台からは初氷が発表されました。冷え込みの原因の一つはこちらです。上空の強い寒気、この影響で昼間も寒さが続きます。では今の釧路の様子です。今シーズン初めての冬日となった釧路、この時間も気温は一桁です。では各地の午後の天気と気温です。全道で日差しが降り注ぎます。ただ最高気温は平年より低く、11月上旬並みのところが多くなりそうです。ご覧の釧路など道東や道北は11度前後、札幌など南西部を中心に13度から14度の予想です。日が陰ると一層寒さが増します。しっかりとした防寒でお出かけください。では今の札幌大通公園の様子です。気温は 11.5 度と寒さが続きますが、日差しがあるのがまだありがたいですね。この安定した天気はいつまで続くのか、この先の札幌の天気の見通しです。日差しが届くのは一旦明日まで、ただ午後からは雲が多くなっていきそうです。金曜日は天気が下り坂で、土曜日は雨が降る予想です。週末のお出かけは日曜日が良さそうです。変わって今の旭川、すっきりとした青空広がっています。ではこの先の10日間天気です。明日も朝は冷え込みが強まりますが、寒気が次第に抜けて昼間の寒さは和らぎそうです。土曜日の雨の後はしばらく晴れマークが続きます。そして来週の後半は強い寒気が流れ込み、平地で雪の降る可能性が出てきました。来月4日以降は旭川、札幌でも雪が降るかもしれません。お天気でした。